チューブワームとは深海の熱水噴出口や冷水流出体周辺に生息する生物である。発見当時は分類上の所属が不明なことからチューブ状の生管に入り入り口から頭を覗かせる姿そのままの名前で呼ばれた。和名は羽織虫。体長は数十センチメートルほどで先端には高色の羽織を持つ。口、消化管。 肛門などの消化管等を持たず、異黄酸化細菌と細胞内共生している。ハオリから硫化水素等を取り込み細菌に供給し、細菌は有機物を供給している。しかし、チューブワームが生息している場所は、必ずしも硫化水素が豊富に含まれている海水ではない場合も、あり、また海例には硫化水素が豊富にあってもそこから。 硫化水素を取り込んでいることは確認されていない。そのため、体内に複数の細菌をすみ分けており、それらの細菌を使って、異黄の酸化、還元反応の両方が行われているとする科学者もいる。これと似た代謝系を持っている生物としては、白ウリガイがいる。だがそれでもその生理、生態は不明な点が多い。1977年。 ガラパゴス諸島沖の深海で潜水艇アルビン号により発見される。発見当初、その様子のあまりの異様さと、しばらくはその分類学上の位置が決まらなかったことからそのままチューブアームと呼ばれ続けた。夕陰動物門のハオリムシズナに分類されたが、現在では関係動物門多モオツナのシボどりのムカに含める意見になっている。最も浅いところに生息する。 チューブアームは、日本の九州鹿児島湾にて、震度100メートル以上の浅い海で生息している、薩摩羽織虫である。ありがとうございます。